皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もスターサンドですね、やっていきたいと思うんですが、とりあえず3日目寝なきゃダメですね。一度また遠征のための準備しとくか。あ、カエルちゃんはウニクにしよう。はい。カエルの死に方がちょっと切ない感じなんですよね。寝ましょう。私がいるのは天国なんだろうか。だからこそ天国はその青い瞳で絶え間なく私を見つめ続け、私とその心を高く誘うのだろう。高く、空深くまで絶え間なく私を引き寄せる。人がたどり着くことない空高くまで。今日のポエムですね。よし、じゃあ頑張ってきましょうか。朝になった。よし、じゃあ行きたいんですけど、ちょっと準備したいものがあって、これ茎にしてちょっとインベントリが足りないんでもう一個増やしましょう。今日どっち向かうかな。こっち東ですよね。今ここだから東側こっちに向かうか、あっちの逆方面か。思い切って逆方面行ってもいいかな。あれ待って、やあれ矢印のやつが消えたな。あれって消えるの？あれ目印のやつがなんかなくなってる。アップデートとかで消えちゃったのかな。まあいいや。よくないけど。これ重ねられない？ここかじゃあ。重ね置きができないと。うん。とりあえず、ちょっと待って、いろいろと。あ、4日目ですね。それはいいんですけど。ああ、荷物がいっぱい。いや、ほんとに荷物が大変ですね、これ。で今回この小さな塔か。これ持ってきましょう。で、肉は肉で持って、こんなもんかな。あとは全部使うんで。よし。とりあえず出発かな。早くしないとまたサンドウォームも来ますもんね。よし。じゃあ、ご飯食べて、水飲んだら行くか。今日向こう側行ってみましょう。こっち側ちょっと探索ですね。多分東だからこっち西側かな。何にもないかな。何にもなさそう。でまた今日は雲も出てないからすぐ体温があれですね。あ、あそこになんかある？あれは関係ないか。とりあえずこの砂丘沿い、全部砂丘だけど、これ沿いに行ってみよう。ちょっともやが出てるかな。あとそろそろ槍の耐久値も、あ、待って、動物がいる。動物最優先でやりたいですね。探索行けなくてもいいから動物倒してバッグが欲しいんですよね。皮が欲しい。あんま近づけないんですよね。相当高めに当てなきゃいけないんで。もう一声。こんぐらいかな。当たった。あ、無反応。あともう一発ぐらいかな。あれやりましょう。もう一匹いるんですよね。お、ここなんかいろいろある。これ朝じゃないかな。よし！ OK ですね。2発だな。2発で倒せる。で、矢はちゃんと回収。本当に資源が少ないんで。これ、でかいですね。バッグは欲しい。これ取れないのかな？これそうなんですけどね。まあいいや。とりあえずそれもやりたい。はい。ヘッドショットを狙いたいけど、外れた。一発。反応が鈍いんですよね。
で、一発ミスったやつがこの辺りにある。ありましたね。これは壊れないのかな、矢は。大事に使いたい。ナイス！ OK ですね。これ動物は本当重要。はい。お肉も取れたし、皮も4つですね。これで、リュックとか何ができるんだ？木のベッドとかもあんな。そんなのありましたっけ？アップデート入ったのかな？とりあえず、4の、リュック。持てる量が増える。こっちの方がいいですよね。リュック作れるな。リュック作ってから行くか。てか、こっちが何にもなさそう。こっち何にもないな。気温も35度ですね。一度戻った方がいいな。反対側の方行ってみようかな。やばい。何にも見当たらない。でも北側行かないとダメだと思うんですよね。いやー、過酷ですからね。朝を手に入れなきゃいけないんですよね、やっぱ。よいしょ。これとか違うのかな？ガマか、これは。なんか音はするけど。カエルはやっちゃうか。はい。お肉だいぶ取れたな。まあ、これはまた後で。食べよう。木とかも生えてきてるっぽいな。あ、またいる。とりあえず生肉はここ入れといて。で、リュック作りですね。ちょうど6あるんで、これと、枝と、これちょっと一度置かしてもらって、あと何やったんやない？ロープが2か。あ、いけるぞ。ほんと探索行きたかったんですけど、先に、リュック作った方がいいですね、絶対。どれか木を。木バンバン、結構生えてきますね。なので、ここら辺切っちゃおう。あ、これも落ちてきた。ココナッツも食べたいですけどね。あ、引っかかったのか。こんなこともあんの。多分また今日地震が来ると思うんですよね。で、サンドウォームが出てくるとは思うけど、と一度水の中入ろう。これこの水なくなったりしないですよね。干上がりそうで怖いんだよな。まずロープをあと2本ほど欲しいですね。これとかはインベントリーに入れときましょう。どんぐらい増えるかだな。あ、でもちょっとずつ装備は整ってきてますね。ありがたい。これ先作った方がいいと思うんだよな。リュックサック、はい。これでどんだけ増えるかだな。一度入ろう。よいしょ。よし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 。これでだいぶ探索時に探索が便利になるでしょう。あ、来た。来ましたね。早いんだよな。とりあえずリュックが、まだ作ってんのか。一度保存しとくか。さあ、どっから来る。参りましたね。ちょっと暑い。この水の中にも入ってくるのかな、サンドウォームって思ったけど、来るか。来るだろうな、きっと。リュック来ましたね。これを、あ、すごい、めちゃくちゃ増えた。これは便利。まずこのサンドウォーム倒して、インベントリーすごい増えましたね。よし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 。これバッグは逆に作んなくていいのか。
か。暑い。今日めちゃくちゃ暑いな。今日探索出なくてよかったかもしれないな。サンドフルーツ、多めに取っといた方がいいな、あるんだったら。あれもまた生えてきそうですよね。サンドウォームどこだ？結構時間かかるんですよね。水にはなんか入ってこない気もするな。もしかしたら。あ、音がする。ちょっと暑いって。俺死んでたな、探索行ってたら。こんなに来ない？あ、来たかも来たかも。あ、来ましたね。遅かったな、今日はだいぶ。ちょっと、ここで戦ってみよう。水辺で。もしかしたら、来ないかも。それはないと思うんですけど、水が苦手とかあったらいいんですけどね。そしたらだいぶ楽なんだけどな。どこ行った？暑いから早くやりましょう。あれ？あ、あれ？なんかそれ反応が、そこだと、やっぱ来れないのかもしれないな、相手。水入ってると。あ、あ、あ、潜った潜った。来るかな？これ水来れないな、多分。そんな気がしてきた。それ確認しよう、今回。多分水辺入れないでしょ、それ。どうだ？あ、あ、あ、戻った、戻った。水辺ダメなんだ。弱点分かったかも。ここにいるとまた出てくるかな？ってことは、あれ？消えた？あ、出てきた、出てきた。あ、帰った。探してますね。また出てくるかな。水辺入ると、ギリギリ水入ってみるか。はい。あ、やっぱそうだ。水辺苦手なんだ。これやれるぞ。なるほど。水が苦手なんですね。わかった、それが。うまくやれば、はめ殺しはできるかな。でも矢がもったいないですね、これ。押して。ほい。こう出てきた瞬間、やるか。槍で。あっと！あはは、惜しい。ああ、いけそうだな。ただ、時間かかりますね。この戦い方だと。こっちが行くか。なるほど。オアシスでの戦いはある程度いけそうですね。ただ、弓矢が回収できないですもんね。これだと。いたいたいた。よいしょ。難しいな。ややこしいですね。弓矢がもったいないな、やっぱこの戦い方は。よいしょ。よいしょ。いった。もう、痛い。まあ、半分ぐらいでなんとかなるけど。何も回収できないの？何もなかった、今回。最悪だ。もう日暮れますよね、これ。これほんと厄介ですね、毎日来るのは。どうにかしてほしい。弓矢作るか。弓矢ってどう作るんでしたっけ？石か。石とロープか。石ってダメなんですよね。石のあれじゃないといけない。あ、これか。石あった。でも少ないな。これ湧いてくんのかな。まあ、物がいっぱい持てるようになったんで、それはだいぶありがたいんですけど、今のうちにちょっと行ってみるか、反対側も。行けるとこまで行って、何かないか、動物でもいいから探してこよう。こっち側行ってみましょうか。何かあるかな。
なんでもいいから、素材でもいいから取ってきた。麻がないんですよね。これ麻じゃないのかな。まあそれかまた動物を飼って。これは麻な気がするんだけどな砂を叩いてはいいですもんね。あ、この砂丘の先になんかあるかも。いやー、なんか小さいオアシスでも行かないかな。こっちがあんまりなかった。この上登ってこの先も見渡す限り砂丘だったら、明日あっち側ですよね。やっぱあの石碑の方行くしかないんだよな。何にもなさそう。ん？砂嵐かな。あ、砂嵐じゃないですかこれ。やばいかも。あ、これマップの端か。あー、マップの端っぽいな、こっちは。なるほど。ということはやっぱこっちが基本に行く感じか。なんか苦しんでる。スタミナがないのかな。あの砂嵐はこっち迫ってるわけじゃないですもんね。倒れそう。あ、走れるようになった。やっぱこっちはいけないんだ。じゃあ向こうですね。あっち側探索だな。そことかにもなんかありそうだけど、でも前見た時なかったですからね。なるほど、そっちはいけないんだ。それが分かってよかったな。明日無駄なく探索行けそうですね。西側、北西方面向かってみるか。まあ、ここは南の方ですもんね。前回結構東の方行ったかな。これぐらいの時間帯だと、そんな暑さも厳しくないですからね。動き回れるけど。やっぱ何もないですよね。ここら辺はバーっと行った時見たかな。やっぱこっちにはないと思うんですよね。ってことは、どこ行くのも大変だな、ほんと。な、北西方面、明日朝一で行くか。でもサンドウォーム、まあサンドウォームも、普通に弓矢で使えば倒せないことないか。なるべく弓矢を今日のうちに量産しとくか。あと食料。それで、明日に備えるしかないですよね。日が暮れた。結構日が暮れんのもあっという間だからな。まあ、インベントリー増えたのが今日はでかかったかな。これでだいぶ楽に。探索で見つけたものもほぼ持って帰れるでしょう。ツール系も持ってきますからね。いやー、食料が、あ、なんか出てきた。ココナッツの種。あ、そうなんだ。育てられるんだ、これ。初めて出てきたな。なんか変わったのかな、やっぱり。ちょっと変わった気がしますね。カエルがいる。はい。あ、これも食べられるんですよね。ナツメヤシの実か。これもご飯代わりにしとこう。お肉を。あつ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 。それにして、お肉は入れといて。いいですね。よし。だいぶお肉もたまりましたね。てか、オーロラが、すごい綺麗。よーし、じゃあ、準備できたんで寝ましょう。はい。また夢を。今日なんだろう。私がいるのは天国なんだろうか。結構パターンあるな、これ。その心を高く誘うんだろう。高く。あ、これ、昨日と同じだ。ストーリーが進むと変わるのかな。よし。あ、お肉、これ、お肉もったいないな。じゃあ、これで、
じゃあもう26歩になったんで、これでいきましょうか。